皆さんこんにちは、ギリギリクメンことキリミオピーです。今日はですね、兵庫県南淡路市淡路島河原屋田園キャンプ場にやってまいりました。河原焼きが楽しめる唯一無二のキャンプ場でございますね。はい、ということでね、やってきました淡路島のキャンプ場ということでね、こちらのキャンプ場誰のリクエストをいただくこともなく、僕が興味本位でやってまいりました。ソロキャンプでございますよ。そして皆様大好き市街地型というのかな、まあ、ちょっと民家の一角にあるようなキャンプ場でございまして、横にはね田んぼが広がっとるわけでございます。お天気悪いな。はい、そしてこちらのキャンプ場までの道のりですね、まあ、ちょっと城内入るところがですね一車線になっておりますので、そこぐらいですか。もうそれ以外はですね、もう全く大型車問題なく通行することができます。で、電波の方も大丈夫そうですね、良好でございます。で、今週からね一気に冬の気温になってきて、今ね風も吹いてきてだいぶ寒いんですけれども、早速ねチェックインの方やっていきましょう。はい、サイトの方到着いたしました。本日のサイトですね、 E サイトということになりました。電源付きでございますね。はい、こういった感じのねサイトになっておりまして、公式表記 11m×7.5 っていうことやったんですが、計測してみましたら 11.5×8 ございましたので90平米ありましたね。で、ちなみにプランにはですね 11×7.5 プラス駐車スペースとあったんですが、どうやらサイト内に車は乗り入れないといけないっていう形らしいですね。まあでも90平米あるんで、それなりにね広々キャンプできるんじゃないかなと思います。そして今回はですね、サイトを選ばせていただいたんでね、河原があるヘリのところね、河原を堪能しながらですねソロキャンプしていきたいなと思っております。そしてまあ後で詳しく説明しますけれども、こちら横ねペットサイトとなっておりますので、ワンちゃんはねこれノーリードで行けるんやったらいいですよね。河原からちょっと見えるかな。そして横のサイトですね、同じようなサイズの区画が3つ横並びになっておりまして、奥が一番大きいサイトとなっておりますね。それじゃひとまず設営やっていきましょう。はい、設営完了いたしました。本日ズックマギー TC 全幕届きましたので、ね、これを連結して初張りでやっていきたいなと思います。全幕がついたことによってストーブをねインストールできるようになりましたので、ストーブをね準備したところですね、灯油のホースに穴が開いててちょっとわちゃわちゃなりました。これ灯油入れれないからね、近くの米にね後で行きたいなと思います。誤算でしたね。そしてズックはですね、こちらにストーブインストールする場所があるんですけど、天井高的にね灯油ストーブ厳しいかなっていうことで、こちらのスノコが置いてある全幕部分にね灯油ストーブをインストールしようかなと思います。いやー、ホースはないとショックやな。はい、サイトの土の状態ですね、結構グイグイ入ってくれますね。淡路島っていうことで風が強いのでね、炭造は推薦するんですが、あー固定力は6やな、ちょっと長めの方がいいかもしれないですね。で、まあ貸し切りキャンプね、前途多難な感じにはなったんですけども、とりあえずねコメディーかと始まらんのでね、頑張れよ P。 はい、それではねキャンプ場の紹介やっていきたいなと思います。こちらの民家的にはねちょっと細めの道があるんですけれども、ここ入ってすぐにあるキャンプ場でございます。自販機の方ございますね、これは助かります。市街地型っぽいね雰囲気は出てるんですけれども、周辺これですからね、畑しかないような感じでございますので、わりかしゆっくりできそうな雰囲気ありますね。キャンプ場自体はですねすごくシンプルでコンパクトなフィールドとなっております。こちらのサイトなんかねもうちょっと道路と隣接しちゃってるんですけども、交通量はそんなに多くなさそうですね。じゃあフィールドの方入って見ていきましょう。キャンプサイトはですね A から H までございまして、こちらの A サイトですね、一区画だけね特別広くなっておりまして、定員10名と、横15メートル、縦 11.5 とね相当広いスペースございますので、ツールームテント2張りでもグルキャンできそうな感じでございますね。そして B サイトからね僕のサイトまで順にですねコンパクトなサイトがあるんですけれども、こちらね計測してみましたら、まあほぼほぼ一緒ですね、若干横幅が違うっていうような感じがあるんですが、 B サイトは 7.5×11.5 で、 C サイトですね 8×11.5、 D サイトですね 7.5×11.5 で、僕のサイトがね 8×11.5 っていうことなんで、50センチねちょっと大きいと感じる方もいてるかもしれないんですけれども、見た目の違いではね全くわからないかなと思います。まあ、強いて言うならね、こちらの D サイトなんかは奥にちょっと日本植物がね生えておりますので、まあそ
こは避ける必要があるんで、まあ、少しコンパクトに使うっていう感じですかね。うちのエリアなんかやとドーンといけるような感じなんで、使いやすさで言うとそういった違いはありますね。ちなみにこちらのキャンプ場は全区画電源付きでございますね。もうこれは冬キャンプに持ってこいでございます。はい、それではね、うちのサイトからまだ続いている F から H までのペットサイトを見ていきたいなと思います。こちらですね、表記としては 10×11 っていうことやったんですが、計測してみましたらね、まさしく 10×11 しっかりあるような感じでございます。まあ、横は木枠とかではなく瓦で積み上げられて、ノーリードで楽しめるっていうことなんですね。そして入り口にはね、ぴったりと緑のポール柵が付けられておりまして、いいんじゃないかなと思いますね。でこちらのペットサイトが3区画っていうことなんですが、普通の区画サイトでもペットを連れてキャンプすることはできるんですね。ここであればノーリードで楽しめるっていうことなんで、ワンちゃん連れの方はこちらの3区画狙っていくのがいいんじゃないかなと思いますね。そしてこちら一番奥の H サイトなんですけれども、ここだけワンちゃんの足洗い場ありますね。便利ですね。そして柵があることで車のね乗り入れができないっていうことなんですが、 H サイトはこちらの目の前に止めることができまして、 F サイト G サイトに至ってはあそこで止める必要があるっていうことなんで、荷下ろしはね目の前でできるんですが、車は10メートル先ぐらいに止める形になりますね。で区画サイトの人もペット連れてこれるっていうことなんですが、まあもちろんねリードが必須になります。じゃあどうするのっていうことなんですけれども、こちら目の前にねドッグランがあるんですね。これはワンちゃん用なのか子供用の遊具なのかわかんないですけど、奥に鉄棒もございますので、子供とかワンちゃんとかが遊ぶのかな。はい、そしてトイレなんですが、トイレはこちらのオレンジ色のコンテナですね。この中にトイレとシャワー設備ございます。一番奥のペットサイトの方やと50メートルぐらい歩くような感じですかね。それでも結構近いですけどね。じゃあ見に行ってみましょう。上から一望できますわな。見るからに綺麗な雰囲気出てますね。おやしゃーん、淡路島ご当地300円ガチャガチャ。はい、室内にある雰囲気で虫がいてそうな空気とか全くないですね。これは使いやすいんじゃないでしょうか。男性のトイレめちゃくちゃ綺麗わ。最新のウォシュレット付き洋式トイレございますね。男女兼用ではなくて女性用男性用と分かれてますね。そして真ん中に洗面台ですね。コインシャワーが3分100円、一応男女で分かれてるような感じですね。おお、なるほどなるほど。もう本当になんか室内のシャワーみたいな感じですね。ただサイズ感としては結構ちっちゃいですね。もう本当に一人用でございます。まあ、ただ室内にあるっていうことなんで、ここ入ってくるとね全く今寒くないので、お子さん入れる方にとっては助かるかなと思います。綺麗綺麗、十分ですね。ガラガラと開けまして、シンプルなキャンプ場ですけどね、市街地型と言いましても雰囲気は悪くないですね。なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、それでは炊事場ですね。こちらオレンジコンテナの裏側に炊事場があるそうですね。4口ということで全部お湯出ます。区画が少ないので数はね十分かなと思いますね。で炊事場は反対側からもアクセスできますので、どこのサイトからもわりかし近いんじゃないかなと思いますね。はい、それではこちらね、名物の瓦屋ということで、ここを見ていきましょう。瓦焼きとかね体験できるんで、これは鬼瓦かな。子供たちはまた違った感じで楽しめそうですよね。でお食事どころもあるということで、ちょっと今からお昼食べてみましょうか。おお、なんか雰囲気あるね。すごい本気の鬼瓦じゃん。すごいなこれは。うわ、すごい瓦の匂いがする。瓦って減ってきましたけどね、歴史感じますよね。はい、それではね、こちらの名物の瓦焼きいただいていこうかなと思います。店内も綺麗で雰囲気いいですよね。お肉の到着待ちたいなと思います。乾杯。イノブタでございます。イノシシと豚のアイノコということで、初瓦焼きやりましょう。結構ね、じんわりじんわり焼くのがいいらしいんで待とう。おいしそう。雨降ってきましたね。結構降ってきた。よし。はい。じゃ。あ、焦げたな。結構。ちょっと濃かったね。あ、いけそういけそう。使えそう。
おはようございます。朝になりましたね。夜はとても静かなキャンプ場をやったんですけれども、風が結構すごかったですね。で、暗くなってね、雨も降ってきて、今もですね、だいたい風速5ぐらいね吹いてるような雰囲気なんですけれども、それに伴ってですね、この後ろの工場になるんですかね、 B サイトの裏側らへんからパタン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 音がしてたので、その辺もしかしたら気になるかもしれないですね。淡路島ということでね、通常のキャンプ場よりはちょっと強めに風が吹くのかなっていう印象でございました。結構通り抜けるようにね、風がブワッと吹きますね。何よりショックやったのが、こちらのズックマギー TC が雨の日に使えないっていうのが分かったっていうことですね。ここなんですよね、このジッパーのところから雨漏りがひどいです。これをねこうやりたいんですけど、ここにマジックテープの返しがなくて機能させることができないんですよね。で、中がね、ここがフロアになってるので、落ちてきた水がですねそのまま垂れていって、でインナーの中はね水たまりができてるような状態でございましたね。いやー、これはちょっと改善の余地ありじゃないですか。厳しいっすよね。だからここがマジックテープついてるんで、つけれるようになってるのであれば浸水はね免れると思うんですよ。これね、誤算でございましたね。雨の日にですねキャノピーが機能しないってなると、なかなか問題だなっていう印象でございました。それでは早速総評の方やっていきましょう。はい、それではね、淡路島河原屋田園キャンプ場総評やっていきたいなと思います。まずこちらのキャンプ場、通年営業のキャンプ場でございます。冬場もね、積雪等もなくて電源もあるので来やすいかなと思います。チェックインが12時、チェックアウトが11時ということで、滞在時間もねそれなりに確保されておりますね。選択できるサイトですね、サイトごとにそれぞれ予約取ることができます。 A サイトは10名のグループサイト、一番広いサイトになっておりますね。で、 B から E サイトは定員5名の区画サイトということで、まあ通常のキャンプであればこちらのサイトで十分かなと思います。で、さらに奥にはノーリードサイトということで、 F から H サイトがございます。こちら定員6名ということなんですが、 H サイトのみ少しお値段が高くなっている設定となっております。全区画電源付き、定員はそれぞれ変わってくるような感じでございますね。そしてもちろんこちらペットは OK のキャンプ場となっておりまして、ただしペット1頭につき330円の料金がかかってまいります。で、ゴミはですね、サイトの方にゴミ箱も用意してくれますし、全て回収していただくことができますね。で、お風呂なんですが、綺麗なコインシャワーがございます。室内にあるので、まあ冬場に利用してもそんなに抵抗はないかなっていう印象でございますね。で、温泉は車で10分行ったところにございますので、そちらを利用するのもありかなと思います。で、売店なんですが、簡単な炭や薪などは販売されておるんですが、スーパーコンビニがですねそれぞれ6分ぐらいの距離にございますので、ちょっとした忘れ物でもね対応できていいんじゃないかなと思います。そして今回僕が払った一泊料金3300円ということになりました。いや、これねめちゃくちゃ安いんですけれども、実はソロプランの料金になっておりますね。こちらの料金設定としては、サイト代にプラス入場料大人1100円、小学生550円、でそれ以下でも330円がかかってまいります。で、今回もしうちがですね坊ちゃんとかマリピとか連れてきてたら5280円っていう料金なんで、電源ついてね、サイトもそれなりに広くて設備も綺麗くて結構安いなっていう印象なんですが、土曜日やハイシーズンってなりますとサイト代がアップしてきますので、このあたりは注意でございますね。で、まあジャンルに分けるとですね、市街地型キャンプ場とはなるんですが、市街地っていうほどの市街地でもなく、周りはね畑も多いですし、道路の交通量も少ないです。ただですね、こちら瓦屋さん、キャンプ場をやる前から有名な施設でございますので、瓦焼きを食べに来た方であるとか、まあ一般の人の往来苦手な方はですね、ちょっと向かないのかなっていう印象でございますね。特に料金が安いっていうわけでもないですし、環境が優れてるっていうわけではないですけれども、独自の瓦焼きっていうこの付随するサービスがあることによって、かなり特色の出たキャンプ場だなって思いますので、家族でこういったところに来て瓦作り体験とかしながらね、また違った感じでキャンプを楽しむっていう意味合いではありなのかなっていう印象でございましたね。特にワンちゃん連れの方なんかはね、のびのびキャンプできていいんじゃないかなと思います。
はい、ということでね、今日も無事にソロキャンプを終えることができました。そして今横ではですね、ズックの雨漏りでびしょびしょになってましたね。マットが干してる状態でございます。いやー、雨の日上からタープ張らなあかんのがちょっとショックですね。この辺も要検証といったところでございます。どうやらパップテントね、雨漏りするやつ多いらしいですからね。またね、こういった情報とか配信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは淡路島川原屋田園キャンプ場からお送りしました。バイバイ。今日はですね、兵庫県南淡路市淡路島川原屋田園キャンプ場にやってまいりました。